カプリ配信をご覧の皆様おはようございます。薩摩おいどんカップの様子この時間お伝えしてまいります。この時間は相田市の B ラインスポーツパーク相田野球場から読売ジャイアンツ対亜細亜大学の一戦をお伝えしてまいります。先攻が三塁側ジャイアンツ、そして後攻が一塁側の亜細亜大学です。まずは先に守ります亜細亜大学守備の9人を紹介してまいります。先発ピッチャーは岩本龍之介、岡山県の岡山理大附高校出身です。受けるキャッチャーは小山翔輝、ファーストは4番バッター水谷瑠花、沖縄尚学高校出身、そして先ほどキャッチャーの小山は東海大菅生高校の出身です。セカンドは的場北斗、東海大山形の出身、サードは小池優里、東海大菅生の出身です。ショート浦林雄介、宮崎県の小林西高校の出身、そして外野レフト松浦龍樹、神戸国際大付属高校出身、センター古山慎吾、東北高校出身、ライト西川海斗、育英高校出身、以上の9人となっています。なお亜細亜大学は DH 長尾東馬、香川県の尽誠学園高校出身、以上の10人がスタートのメンバーで入っています。ピッチャーの岩本龍之介、左のオーバーハンド、対するジャイアンツの打順ですが、1番相澤、2番笹原、3番加藤、4番ティマ、5番菊田、6番亀田、7番岡本、8番大城、9番大津という9人となっています。1番セカンド背番号008の相澤がバッターボックスに入りました。背番号008、今日は相田市非常に強い風が吹いています。今ちょっと放送席の手元のいろいろ機材なども少し風で飛んでしまうような状況もあります。風が非常に本当に強い中でありがとうございます。すいません、お客さんに拾っていただきましてありがとうございます。さあそんな中、先頭バッターの相澤はピッチャーゴロに倒れました。初球を打ちましてピッチャーゴロ。本当に少しマイクもこの球場を吹き抜ける風を拾ってしまうというような、ちょっと今日は強風が吹いています。上空で言えばライトからレフト方向への風になっています。さあそんな中スタートしました薩摩おいどんカップ、先月開幕して今月3月の12日まで鹿児島県内5つの球場でそれぞれいわゆるオープン戦練習試合が行われるんですけれども、お客さんの参加は無料、入場は無料、そして一部の球場では小中学校世代の球児たちがベンチ入り体験といったいろんな企画もあります。鹿児島県を野球でもっともっと盛り上げていこうという思いのもとスタートした薩摩おいどんカップ。ここもバットの先詰まった当たりです。ピッチャー一塁へ送ってツーアウト。2番バッタージャイアンツは背番号009の笹原。3番ジャイアンツは今日のメンバーでいきますと、スターティングメンバーの5番の菊田、背番号60番以外は皆さん育成選手ということになっています。2軍3軍の若手メンバーで構成されている読売ジャイアンツ。若手の選手にとっては練習試合、シーズン2軍のイースタンリーグや3軍のいろんな試合が組まれる前でのオープン戦という形にはなりますが、少しでもこの鹿児島の地でアピールして今後の飛躍のきっかけにしてほしいです。バッターボックスは3番の加藤。
これもバットの先ですが、ピッチャー足元グラブ収まりませんでした。こぼれたところをショートがカバーしますが、バッターは一塁を駆け抜けました。記録のランプは灯りませんが、おそらくはピッチャー強襲ショートへの内野安打ということになると思います。2アウトからランナー出ました。ジャイアンツバッターボックスは4番のティマ。ドミニカ共和国の出身、16歳の頃に日本に来日して育成選手としてジャイアンツと契約、今年でプロ3年目になる選手です。バッターボックスのティマは身長193センチの86キロという大きな体格をしています。鹿児島でこういった社会人、プロ、大学、それがそれぞれのカテゴリーを超えて対戦できるという、対戦するという貴重な練習試合の機会です。普段は見られない日本のアマチュア、それから国内トッププレイヤーたちのプレーを目にすることができています。ここは誘い出されました。1、2塁間で挟まれた牽制球、1塁ランナーの加藤、あ、ベースカバーはどうだ、落ち着いてここはさばきました。ランナーに最後はタッチして3アウト。1回の表ジャイアンツ1人ランナーを出しますが、結局攻撃は3人で終わっています。愛良市の B ラインスポーツパーク愛良野球場から、この時間は薩摩オイドンカップ読売ジャイアンツ対亜細亜大学の一戦をお伝えしています。読売ジャイアンツはいわゆる3軍のメンバーがこの薩摩オイドンカップには訪れています。監督はあの駒田紀弘さん、背番号90番、そして打撃コーチには小笠原道博さん、投手チーフコーチには鹿児島実業高校出身でおなじみの杉内俊也さん、内野守備コーチは脇谷亮太さん、外野守備兼走塁コーチには金城達彦さんといった豪華な顔ぶれ、まあ、90年代から2000年2010年代現役で最盛期を迎えて、私たち大人世代もその子供の頃に現役時代でテレビの向こうで憧れた往年のプレーヤーたちが今は読売ジャイアンツの3軍の首脳陣ということで、この鹿児島の地、愛良の地でプレーしています。そして読売ジャイアンツメンバーは主に2019年から2022年の、まあ、ここ数年のドラフト指名を受けた、で主に育成ドラフトで指名を受けた選手たちがやってきています。まあ、育成とは言ってもやはりプロにその実力を認められて、そして何か光るものを見出されて指名を受けた選手たち、特に最近は育成出身の選手がプロ野球の一軍の舞台でも躍動している姿も多々見られますから、この鹿児島の地で思い切ったプレーを見せて、そして今シーズン、それから今後の飛躍につなげていってほしいです。一芸に秀でた選手が揃います。読売ジャイアンツ育成選手、まあ、選手によってはこの一軍あるいはドラフト上位指名の選手にも遜色ない実力を持っている選手も多いという話もあります。それでは1回の裏、亜細亜大学の攻撃、プロ対大学日本一、去年の6月全日本大学野球選手権で20年ぶり5回目の優勝をしています。亜細亜大学の1番バッター、センターの古山慎吾、東北高校の出身です。ジャイアンツの先発ピッチャーは鴨内英二、
長崎県創成館高校の出身、2021年の育成ドラフト5位で指名を受けたプロ2年目の選手、19歳です。身長は195センチの90キロということで、まあ、プロ選手の中でも屈指の高身長。マウンドから投げ下ろすようにボールを放っていきます。先頭バッターは三振。セカンド的場、東海大山形高校、背番号67。続くバッターは2番の的場、東海大山形高校の出身、2年生の選手です。亜細亜大学は東都大学野球連盟一部に所属しています。東都大学野球リーグは春と秋にそれぞれリーグ戦がありまして、そのシーズン開幕を前にこの亜細亜大学は鹿児島でキャンプをして、なんと今回でキャンプ10年目になるということです。そしてその亜細亜大学を率いる生田勉監督が、何を隠そうこの薩摩オイドンカップの発起人の一人。ご飯も美味しい、温泉もたくさんある、そして何より焼酎も美味しい、そんな鹿児島の地でキャンプをやって、そして毎年それが恒例となるうちに、こういった鹿児島でキャンプに集まるチームたちでみんなでこう練習試合を、大学、社会人、プロのカテゴリーを超えて、そしてそれを鹿児島の皆さんに見てもらって野球を盛り上げていこうじゃないかというのが、この薩摩オイドンカップの始まりです。詰まった当たり、セカンド正面のゴロになりました。一塁送ってツーアウト。3番サード小池、東海大菅生高校、亜細亜大学3番バッターは東海大菅生高校の出身、小池優里。この選手は1年生です。この愛良市野球場は残念ながらスコアボードに球速の表示は出ないんですけれども、マウンド上の鴨内投手、ストレートは角度もありますし、今日もボール走っているように見えます。左のオーバーハンド、少し出どころが見えにくいような腕をコンパクトに畳んだ投球フォームです。これも詰まったファースト候補、いえセカンドが最終的には落下点、掴んで3アウト。1回の攻防が終了しまして、亜細亜大学も三者凡退、ジャイアンツ対亜細亜大学の薩摩オイドンカップの一戦は0対0の発進となっています。
2回の表、読売ジャイアンツの攻撃が4番サード、ティマ。プロ野球一軍の舞台を目指して未来のスター候補たちがここ愛らしでプレーしています。読売ジャイアンツ対亜細亜大学の一戦をこの時間は配信でお届けしております。先ほどの回は3回で終わりましたので、2回の表ジャイアンツの攻撃は4番のティマから始まります。背番号は013。読売ジャイアンツ対亜細亜大学の一戦、対する亜細亜大学は去年の大学日本一。プロの育成チーム対去年の大学日本一という注目のカードとなっています。打ちました、ライト方向へ、ファウルグラウンドに飛んでいるが、ボールは落ちましてファウル。この試合では初めてバットから快音が聞かれました。身長193センチ86キロという大きな体格のフリアン・ティマ、ドミニカ共和国出身。昨日読売ジャイアンツは薩摩オイドンカップの初戦を鹿屋大大と迎えまして、その試合は7対3で、敗れてしまったということなんですが、鹿屋大大戦ではヒットを1本打っています。若干詰まった当たりですがセンターの前に落ちました。この試合初ヒット、ジャイアンツ4番のティマ。ドミニカ出身、プロ3年目の18歳、16歳で来日して育成契約を結んでいますから、やはりその将来性は高く買われているバッターです。ノーアウト1塁でバッターボックスは5番の菊田。2019年のドラフト3位、常総学院高校出身のプロ4年目、茨城県の出身の選手です。内野手で登録されているんですが、この試合では外野でレフトでプレーしています。対する亜細亜大学は4年生ピッチャー岩本龍之介。いい当たりです、ショートの頭上を越えていきました、レフトへのクリーンヒット。ジャイアンツ4番ティマ、5番キクタと連打が生まれまして、ノーアウト2塁1塁、先に先制のチャンスを作ったのはジャイアンツです。キャッチャー亀田、東海大学背番号022。ノーアウトからこの回の先頭バッターから連打を浴びてしまいました、亜細亜大学の先発岩本。6番の亀田です、バッターボックス。さあこのピンチでどんなピッチングができるでしょうか。春に開幕する東都大学野球リーグ一部リーグに亜細亜大学は所属していますが、その開幕に向けてこれからギアを上げていくための大事な一戦。岡山県は岡山理大附高校の出身です。バッターボックスの亀田啓太は東海大甲府の出身、2021年の育成ドラフト3位で指名を受けたプロ2年目の選手です。背番号は022。
ファウルでワンボールツーストライクと追い込みました。ご覧いただいていますように、今日は選手のユニフォームが画面で今右から左にこう激しく風に吹かれてこう非常にですね、画面ではなかなか伝わりづらいところかもしれませんが、強い風が吹いています。アウトハイ、高めに外れて3ボール2ストライクになりました。ジャイアンツは得点圏、先制のチャンスを迎えています。ファウルボールにご注意ください。ファウルで粘ります。キャッチャーの育成選手です。バッターボックスの亀田、いい当たり、センターの前に落ちた。二塁ランナーティマは三塁を蹴る。外野からいいボールが返ってきましたが、二塁ランナー生還、ジャイアンツ1点を先制。6番の亀田のタイムリーヒット。亜細亜大学先発岩本龍之介を打ちました。なおもノーアウト二塁一塁、ジャイアンツチャンスが続きます。米子東高校背番号02号、7番指名打者の岡本博人、鳥取県の出身で米子東高校卒業し、2020年の育成ドラフト1位でジャイアンツに入団しました。ファウルボールにご注意ください。今年でプロ3年目を迎えるという選手です。2ストライクと追い込みました。まずは1つアウトを取りたい亜細亜大学。バッターボックスの岡本、米子東高校の出身、フルスイングとパワーが魅力で、昨シーズン3軍の試合では主力級の活躍をしたということです。将来は右の大型の大砲として期待されています。空振り三振です。最後は低めに落とす変化球だったでしょうか。8番ライト大城元、ライト大城元。
KBG 学園未来校沖縄背番号00失礼しました044ワンアウト二塁一塁で続くバッターは8番の大城源です。去年の育成ドラフト7位で指名を受けた今年1年目のルーキー。今日は8番ライトで先発出場しています。バッターボックスの大城、沖縄県の出身、 KBC 未来沖縄から入団していますが、高校時代はピッチャーとしても活躍していたそうで、投手としては最速148キロのボールを誇っていたということです。バッテリーミスになりました。キャッチャーボールを、フォアボールですね、3ボールでしたので4球目ボール4つでフォアボール、ワンアウト満塁になります。アウト満塁の大チャンスでバッターボックス9番の大津、背番号は010。2021年の育成ドラフト10位で指名を受けたプロ2年目の選手です。北海道の出身。今日はショートのスタメンですが、登録で言えばキャッチャーの育成登録ということで、非常に珍しいと言いますか、こういうこともプロの世界、育成の世界ではあるのかと思いますが、今日はさまざまなポジション、いつもの本職のポジションとは違ったところで出場しています。スローイング、肩の強さは定評がある選手。ただここは押し出しになりました。ジャイアンツこの回もう1点を加えまして2対0。そしてここでピッチャー変わりますね。亜細亜大学生田監督、先発の岩本を変えます。ピッチャー遠藤、京都松蔭高校背番号11、京都松蔭高校出身の遠藤です。遠藤真也、背番号は11番。こちらは4年生の選手ですね。右投げ右打ち、身長は177センチの77キロというピッチャーです。
亜細亜大学先発の岩本、1回の攻撃は内野ゴロに、それから巧みな牽制で3つ目のアウトを取って難なく3人で終えたんですが、この回先頭バッターから3連打を浴びて、その後はフォアボールに押し出しと、少しピッチングの精彩を欠いて降板ということになりました。打順は1番に帰って、背番号008の相澤です。相澤博人、去年の育成ドラフト5位で指名を受けて入団した、この選手もプロ1年目、桐蔭学園高校の出身です。昨日金谷大大と行われた同じく薩摩オイドンカップでは、大大戦ではホームランとツーベースという長打力をアピールした選手です。この回はワンアウト満塁の大チャンスで回ってきました。初球を打ちました、ショートゴロ、ショートからセカンド、そして一塁へ転送してダブルプレー、スリーアウト、一気にこのピンチを脱しました亜細亜大学。しかしジャイアンツはこの回タイムリーと押し出しで2点を加えています。愛らしい野球場で行われております薩摩オイドンカップ亜細亜大学対読売ジャイアンツ、去年の大学日本一と未来のプロ野球の世界のスター候補、ジャイアンツの育成チームが対戦しています。注目の一戦です。昨日3月1日に金谷大大とジャイアンツは薩摩オイドンカップの初戦を戦って7対3と敗れてしまったんですが、この試合では2回の表に2点を先制しました。ジャイアンツはここ数年、2020年、21年、22年とこう連続で育成選手を大量に獲得しています。そして支配下の枠も10人ちょっと登録限度に余っているということで、非常に今若手のレギュラー争い、支配下争いも活発化しているということです。もしかするとこの薩摩オイドンカップ鹿児島の地でのプレーのアピールが将来プロの世界で活躍するその第一歩、足がかりとなるかもしれません。その瞬間を私たちはもしかすると目撃できているのかもしれません。2回の裏、亜細亜大学先頭バッターの4番の水谷はセンターフライに倒れました。バッターボックスには5番の松浦です。2球目を打ちました。これも力なく打球は上がって、最後はライト大城源が掴んで2アウト。6番
打者長尾、指名打者1回の攻撃もそうだったんですけども、アジア大学の攻撃は少し淡白に終わっているのが気になります。まだヒットは出ていません。1回は三振に内野ゴロ内野フライと、このジャイアンツの先発、今日の先発背番号047の育成選手釜内に抑え込まれています。ピッチャーの釜内は身長195センチというプロの世界の中でもかなりの高身長の選手です。空振り三振、スリーアウト。プロ2年目の釜内英二の好投が光っています。ジャイアンツが2対0とアジア大学をリードしています。ジャイアンツ対アジア大学の薩摩オイルカップの一戦です。試合は3回の表、ここまでジャイアンツが2対0とアジア大学をリードしています。この回の先頭バッターは背番号009の笹原。笹原美咲、2021年の育成ドラフト4位で指名を受けて入団したプロ2年目の19歳です。長野県の出身。わあ、思い切ったスイングです。第1打席はピッチャーゴロに倒れていますが、長打力が非常に持ち味としている選手。特にここ数年のその育成ドラフトの傾向、そして育成から支配下に上がってきた選手の傾向を見ると、何かこう一芸に秀でた選手が多いですから、やっぱりこのジャイアンツの中でも将来の一軍、将来のこのチームを担ってほしいという期待も込められての指名入団だと思います。その自身の武器をこれから先東京ドームをはじめプロの舞台でアピールすることができるか。ただここは見逃し三振に倒れました。変わった2番手の遠藤投手、最後はアウトローいっぱいの厳しいコースに制球されていきました。3番ファースト加藤。バッターボックス3番の加藤です。背番号は001番。2020年の育成ドラフト5位、指名を受けて3年目の選手。いい当たりです。センターへの打球は伸びていくぞ。バックスクリーン、いえ、センターフェンスに直撃しました。失礼しました。ワンアウトからツーベースヒット、長打力をまず見せました
加藤です。加藤蓮24歳、島田工業高校を経て東海大、サード今その後2020年の育成ドラフト12位で入ってきたという選手です。ワンアウト二塁、この回も得点圏のチャンスを作りましたジャイアンツ。バッターボックスは4番のティマ。詰まった当たりですが三塁線切れました、ファウル。ドミニカ共和国の出身、16歳の時に日本にやってきてジャパニーズドリームをつかむか、日本で野球を頑張って一軍の舞台に上がって活躍を目指す選手です。ファールワードにご注意ください。スタンドには今日は平日午前中にもかかわらず多くの方がこの注目の一戦を見に訪れています。熱狂的なファンの方でしょうか、この選手にチャンステーマというか声援で声援を送っている方もいます。詰まりながらセカンドジャンプして取りました、二塁へ送って、二塁もアウト、ダブルプレー、スリーアウト。3番の加藤に長打は許しましたが、あと落ち着いてしっかりと守って切り抜けました。このピンチ3回の表、ジャイアンツの攻撃は無得点、2対0とジャイアンツが亜細亜大学をリードしています。亜細亜大学の攻撃は7番ライト西川。3回の裏ライト亜細亜大学の攻撃です。育英高校この回の先頭バッターは背番号24、育英高校出身、打順は7番ですね、西川海斗選手。そして対するジャイアンツは鴨内投手の3イニングス目になりました。身長195センチの長身、柔らかいフォームで柔らかいしなやかな投球フォームでボールを放っていきます。まっすぐにも力があります。この薩摩オイドンカップ練習試合、いろんな選手を試す絶好の機会ということですから、もしかすると短いイニングの継投、鴨内投手はこの回までかもしれませんが、この回を完璧に締めくくることができるか。最後はファーストがよくカバーしました、ショートゴロ、ワンアウトです。ここまで1本のヒットも許していない、ジャイアンツ今日の先発鴨内。8番キャッチャー小山、キャッチャー小山、東海大菅生
8番の小山翔輝、4年生のキャッチャーです。去年の東都大学東都一部リーグで秋のリーグ戦のベストナインで選ばれています。体に当たりましたか。一旦プレーが止まります。ファウルなのか、少し判定の確認がありましたがファウルです。少しでもお分かりいただけますかね。このかなり角度があります。身長195センチの長身から投げ下ろします。アウトローに請求されましたが外れてボール、2ボール1ストライク。昨日もジャイアンツは短いイニングの継投、ピッチャーは5人が投げました。先発したのは山本、2番手が高田、そして3番手に鹿児島県薩摩町の出身で黎明高校卒業後社会人を経てドラフト2位でプロに入りました太田龍投手も投げました。太田龍投手、昨日は登板した最初の1イニングは完璧に3人で抑えたんですが、2イニング目に連打を浴びてしまったり味方のエラーも絡んだりなので3失点。結果としては振るいませんでした。2回3失点という太田龍投手、昨日の登板内容でした。今日も登板あるでしょうか。そして4番手笠島、5番手富田と5人のピッチャーが短いイニングをそれぞれつないで継投してきたジャイアンツ。おそらくは先発ピッチャー今日の鴨内投手もこれが3イニング目になりますから、この回が最後ということになるかもしれません。その鴨内投手、先ほどのフォアボールがこの試合では初めてランナーを許す形になりました。さあ9番の浦林、バントの構えを見せていきます。アジア大学の生田監督、おとといのカプリでも配信のありました座談会にも登壇して、そのご自身の野球観、それから薩摩オイノカップへの思いなどもいろいろ話していただきました。そんな中でやっぱりアジア大学の野球は全員がチームのために全力でプレーをする野球なんだということも話していました。少し興味深かったのが、自分は生田監督ではなく生田商店の社長だと、そして皆さんは社員だと、何かミスがあったりエラーがあったり、そしてそれで、例えばリーグ戦においては勝ち点が取れなかったり、会社の経営で言えば赤字が続いた場合はなんとかその後のプレーで黒字に回復する、後のプレーで取り返せばいいんだと、そしてそれを取り返すのは個人個人ではなくて個人がチームのために尽くすことだという話もしていました。そういったアジア大学の面々の、ああここも牽制球、誘い出されてしまいました。逆を取られてタッチがありました。ワンアウト、あー ツーアウトですね、失礼しました、ツーアウト。せっかくの最初のランナーということだったんですが、ここはピッチャー釜内のうまく逆をついた牽制球でアウトにされました。ツーアウトランナーなしに変わっています。ただ、まあ、生田監督の言う生田商店ならば、この牽制アウトという損失も後のバッター、この後のチームプレーで
なんとかカバーできるはずです。三塁方向でしたがファウル、スリーボールツーストライクです。追い込んでからはジャイアンツバッテリーはどんな配球をするか。ストレートと落ちるボール、それからツーシーム系のバッターの手元で動くボールもあります。レフトへ運んでいきました。クリーンヒット、亜細亜大学チーム初ヒット、9番の浦林、宮崎県小林西高校出身が打ちました。裏亜細亜大学の攻撃、ツーアウトからラストバッター9番の浦林がヒットで出塁しました。チーム初ヒット。打順はトップに帰って1番の古山。1、2塁間きれいに破っていきました。タッチはセーフです。少しオーバーランしたところでリードがでかいと見るや大きいと見るや、ライトからセカンドへいいボールが送られてタッチに行きました。際どい判定でした。しかしここはセーフ。ツーアウト2塁1塁。さあ亜細亜大学は生田商店、生田監督が社長で選手は社員。ツーアウトから9番1番の連打でランナー2塁1塁とチャンスを作りました。2塁ランナーまで帰れば同点。フォアボールでランナーが出ても生かせなかったその損失をこれから仲間の選手たちがどのように埋めていくか。バッターボックスは2番バッターの的場。マウンド上育成の鴨内投手、支配下登録、それから先の一軍での活躍を目指す鴨内投手からツーアウト2塁1塁とチャンスを作っています。ランナー入りました。ショートがベースカバー、牽制はタッチはセーフです。鴨内投手は2004年の2月29日生まれということで今年19歳になったばかりの選手なんですけれども、いや珍しいですね、ウルード氏の2月29日生まれということです。ちょっと3回で9番1番の連打を浴びてから神宮も若干乱れてしまいました。バッテリーミスの間にツーアウト2塁3塁と亜細亜大学にとってはチャンスが広がりました。
2番の的場2年生、4年生の先輩たちが連打でチャンスを作りました。このチャンスを生かせるか。先輩たちをホームに返したい打線になります。セカンド、ただここは力なく転がりました。スリーアウト、ランナー2者残塁です。亜細亜大学ランナー2人が出ましたがチャンスを生かせず、3回までが終了してジャイアンツが亜細亜大学を2点リード。釜内投手はランナーを最後は許しながらも完璧に3イニングを抑えました。4回の表、読売ジャイアンツの攻撃は5番レフト菊田。プロ野球ジャイアンツの育成チーム対去年の大学日本一の注目の一戦。試合は中盤4回の攻防へと入っていきます。ここまで3回が終わってジャイアンツが亜細亜大学を2対0とリードしています。4回の表ジャイアンツの攻撃、バッターボックス5番の菊田、背番号60番。今回そのオイドンカップに帯同している中では唯一の支配下登録の選手になります。打ちました、ライトへ、いい当たり、伸びていく、ファウルです。あー、惜しい当たりでした。最後はあのライト、この相田市野球場は両翼が95メートルなんですが、そのファウルラインのわずかに右側のフェンスに当たりましたかね。背番号60番の菊田博和、182センチの94キロ、茨城県出身、常総学院を経て2019年のドラフト3位でジャイアンツに入団しました。センターへ快音残しましたがセンター落下点入っています。ワンアウト。6番亀田。6番キャッチャーの亀田、先ほどの第1打席はセンターへの先制タイムリーを打っています。いい当たりだ、センター下がる、下がってフェンスについた、見送った、ホームラン。愛らしい野球場、スタンドに詰めかけたお客さんたちからも大きな拍手が送られます。いや、完璧に捉えました。綺麗な放物線を描いて
クリーンに直撃、見事なホームラン、ジャイアンツ3対0です。7番指名打者岡本裕人。さあワンアウトランナーなし、亜細亜大学は3点のビハインド。ファウルボールにご注意ください。一塁が風がありますが、難しいフライになりました。よく取りました。亜細亜大学一塁は打っては4番の水谷。7番の岡本裕人はファーストへのファウルフライに倒れました。ライト大城仁。制球にも苦しんでいる様子、亜細亜大学のピッチャーは遠藤。目の前で、ド派手なホームランも打たれましたから、少しやはり心理的にも投げにくさというのはあると思うんですが、なんとかここはそれを振り払っていいピッチングを続けてほしいです。ボールで出塁します。大城源。大城は2打席連続でフォアボールで出塁になりました。バッターボックスは9番の大津。初球から思い切ったフルスイング。いい当たりです。ライトの前、大城は二塁を蹴って三塁まで行きました。9番の大津、今日初ヒット。2アウト1、3塁とまたまたチャンスが広がります。バッターボックス1番の相澤、今日3打席目、まだ今日はヒットが出ていません。昨日行われた鹿屋体育大学との薩摩大井丼カップの試合ではホームランとツーベースという結果を残した選手。何度も繰り返しになりますが、今日は上空ライトからレフト方向へ非常に強く風が吹いているので、右バッターにとっては追い風、そしてこういった内野フライもちょっと落下点入るのが難しいんですが、なんとかファースト水谷取りました。3アウト。ジャイアンツは2者残塁。ただこの回6番亀田にソロホームランが飛び出しまして1点を加えました。ジャイアンツ3対0と亜細亜大学からリードを広げています。
4回の裏、亜細亜大学の攻撃は3番サード小池、サード小池。4回の裏、亜細亜大学の攻撃です。この回亜細亜大学は3番の小池から始まる好打順。対するジャイアンツは鴨内投手が4イニング目のマウンドに上がります。195センチの長身、それから柔らかいフォームから繰り出されるキレのある変化球と直球、それを武器に将来性を買われているピッチャー。配信の画面を通じてもその鴨内投手のこの体格の大きさというのをどれくらい伝わるかというところですけれども、もうかなりもう外国人選手顔負けの体格をしています。サードを守っているのが、今日はジャイアンツサードを守っているのは外国の選手なんですけれども、その選手よりも体が大きいです。ぜひこの機会に配信や薩摩おいどんカップでジャイアンツの育成選手をご覧になる方は、こういろんな選手をご覧になってお気に入りの選手を見つけて、将来この選手の活躍に期待したいという方を見つけるのも、この薩摩おいどんカップの楽しみ方の一つだと思います。ファースト水谷、そのあたりも亜細亜大学の生田勉監督も話していたんですが、我々もこのオープン戦を楽しみにしているけれども、見に来るお客さんも何かこう楽しみの部分を見つけて、そして普段は見られない、鹿児島にも社会人のクラブチームはあるんですけども、なかなか社会人や大学のこの大会を目にする機会が少ないということですから、この機会にこの日本トップクラス、おーセカンド、これよく追いつきましたが、送球まではきっちりうまく一塁まで投げられませんでした。こういったね、普段はなかなか見られないようなトップクラスの技術、そして勝利を目指した全力プレー見られますので、まだ今日の試合も含めて3月12日まで薩摩おいどんカップは県内5つの球場、鹿児島市、薩摩仙台市、日置市、姶良市、4市の5つの球場で行われています。また私も鹿児島市の中でこの会社からこう道中歩いて自宅にこう帰っている途中もですね、夜遅くにこの鴨池ドームとか球場の明かりがついていたりで、いい当たりです、いい当たりですが、レフト線切れていきました、ファウルです。この練習試合の練習試合はもちろん日中なんですけれども、そのためのこう練習であったりとか、そして夜は鹿児島の地元の飲食店で食事を楽しんでという姿をこの先月から何度も見られています。揃いのジャージを着た大学生たちが、あれはおそらく福岡の大学だったと思うんですけれども、鹿児島の飲食店の前で足を止めて、あ、ここ美味しそうだねみたいな会話をしながらこう入っていく様子、何かこう薩摩おいどんカップ野球だけでなくてそれ以外の部分も賑わいを見せているのかなと私も実感しています。もしかしたらこの皆さんの中にも、なんか近所でちょっと体格のいいお兄ちゃんたちがなんか歩いているなとか、薩摩おいどんカップの影響を感じられるシーンもあるんではないでしょうか。この大会の発起人の一人でもあります亜細亜大学の生田監督も、そういった野球で盛り上げることはもちろん、何か地元の人たちとの交流を通じて鹿児島も元気にしていきたいなと、それが今回はたまたま野球ではあるけれども、何かこういろんなスポーツで鹿児島はこうキャンプ地として食事も美味しくて温泉もあって温暖な気候でキャンプ地としてこれ以上ない県だというふうに評価をいただいております。この薩摩おいどんカップを皮切りに、この早春の
鹿児島はスポーツで盛り上がると、そういった文化もそして経済的にもこう活性化できるような動きを作っていきたいんだと、オイドンカップ開催にあたっての思いを語ってくれていました。プロの大学、社会人のトップクラスの試合を見られる絶好の機会、薩摩オイドンカップ。さあ試合は現在4回の裏、3点を追いかける亜細亜大学がワンアウトから二塁一塁とチャンスを作りました。バッターボックスは6番の長尾選手。香川県の尽誠学園高校の出身です。長尾斗真選手、指名打者ですね。詰まった打球ですがライト線切れました、ファウル。ご覧いただいていますよ、います通り今日は平日なんですが、愛らしい野球場、ネット裏のスタンド席にも満員のお客さん、それから一塁側、三塁側、両内野応援席にもお客さんが駆けつけて、プロの育成チーム対大学、去年の大学日本一の注目のカードをご覧いただいております。宇宙影、面白い当たりだ。二塁ランナーは三塁を蹴る、タイムリーヒットになりました。1点を返した亜細亜大学、3対1。ジャイアンツ今日の先発鴨内から打ちました。7番ライト西川。さてここから亜細亜大学は反撃、後のバッターも続くことができるでしょうか。ワンアウト一塁三塁。一つジャイアンツは内野陣の連携を確認してプレーに入ります。4イニングス目を任されている鴨内、ピンチを切り抜くことができるか。キャッチャーからいい送球、タッチはセーフ。先発マスクの亀田、先ほど打ってはホームランも打ちました。先ほどの打席ではホームランも打ちました亀田から矢のような送球が三塁牽制送られました。バッターボックスは7番の西川。第1打席は内野ゴロに倒れています。ジャイアンツの内野陣はゲッツー体制、空振り、バットは空を切りました。もう一度牽制、タッチはセーフです。今度もセーフ、際どいタイミング、ランナーも帰塁できるギリギリのところまで攻めていきます。ワンプレーワンプレーに全力を注ぐ、これが亜細亜大学の野球だと鹿児島の皆さんに、まあ、亜細亜大学といえば恒例のノックの前の声出し、全員でボールを受ける構えを見せてノックに入るんですが、そういった一つ一つのプレーも
野球に向き合う姿勢、全力な姿も見てほしいと亜細亜大学生田監督は話していました。ワンアウト満塁、ここでジャイアンツ杉内ピッチングコーチが出てきました。背番号101番杉内ピッチングコーチ、マウンド上の鴨内に今一声かけてベンチに戻っていきます。さあこのワンアウト満塁のピンチでどんな声かけがあったんでしょうか。鹿児島実業高校出身、その後社会人を経て福岡ソフトバンクホークスや読売ジャイアンツで活躍しました杉内俊也さんが今この読売ジャイアンツ3軍の投手チーフコーチを務めています。ここもフォアボールやヒットを与えて満塁というピンチですが、鴨内を続投ということで一つ育成の若い選手に試練を与えました杉内投手チーフコーチ。ワンアウト満塁、バッターは8番の小山、去年の秋季リーグのベストナインデッドボールです。背中にボールが当たりました。これで3対2、亜細亜大学1点差に追いつきます。さあジャイアンツサイド動きがあるでしょうか。駒田監督出てきました。そして杉内投手チーフコーチも出てきました。今杉内投手チーフコーチが鴨内からボールを受け取って内野陣を集めます。ここはただ続投でしょうか、ピッチャー交代でしょうか。次の投手が出てくる様子は今のところはありませんが、あ、出てきましたかね。愛らしい野球場はライトの後方に投手用の屋根付きのブルペンがありまして、ピッチャー交代ということになります。こちらといたします。ピッチャー鴨内に代わりまして山崎、ピッチャー鴨内は3回と3分の1イニングを投げたところで交代です。背番号030、続くピッチャーは2番手背番号030の山崎裕介。多摩の商業高校を卒業して福山大学を経て2020年の育成ドラフト10位で指名を受けたプロ3年目のピッチャーです。岡山県の出身、身長は178センチの80キロという体格です。福山大学から初めて NPB 入りを果たしたピッチャーだということです。2020年の育成ドラフト10位で指名を受けてイースタンリーグでの登板経験は20試合ほどあります。特に縦のスライダーが曲がりが大きくて大きな武器になるだろうと、将来性を期待されているこちらのピッチャーです。試合は3対2、亜細亜大学がこの回2点を返してなおもワンアウト満塁。
バッターボックスは9番の浦林。その初球、インコース勢いのあるまっすぐが行きました。打席の浦林は第一打席にレフトへのヒットを放っています。おー、スクイズに来ます。ただ打球はネット方向にフライになってファウル。この状況でスクイズを仕掛けてきました亜細亜大学生田監督。そしてバットを寝かせる、バット、打球、ボールにバットを当てた瞬間にこのお客さんからはおーというどよめきが湧きました。三塁送球はセーフです。たびたびこの三塁ランナーのリードが少しでも大きいと見るやキャッチャーの亀田から素晴らしい牽制球が放られます。ボールカウントは2ボール2ストライク。亜細亜大学三塁ランナー帰れば同点です。低めのボール、亀田は体で止めています。3ボール2ストライク。ジャイアンツはこのピンチを乗り切ることができるでしょうか。ランナースタート、ランエンドヒットを仕掛けます。三塁ランナーまずホームイン、そして二塁ランナーもスタートを切っていた、ホームに帰ってきました。逆転、4回の裏、亜細亜大学ラストバッターの浦林、ここもベンチの期待に応えて見事なヒットエンドランを決めました。1番センター、2点タイムリーで4対3と逆転に成功しています亜細亜大学。これは見事な作戦、そしてその生田監督の作戦に見事に結果を残しました。9番の浦林、なおもワンアウト1、3塁。今度は亜細亜大学が1点リード、そしてさらにそのリードをもっともっと突き放していこうかというチャンスが続いています。プロの、それから去年の大学日本一の高度なプレーが要所要所で見られています。薩摩オイドンカップの一戦、今のファウルにはなりましたが、一塁ランナーが第2リードを大きく取って投げると同時に、そして投げると同時に第2リードを大きく取って、そしてバットに当たってゴロだと分かった瞬間にいいスタートを切っていたんですよね。細かいところまで、そして一つ一つのプレー、亜細亜大学は徹底されています。でやはりそうした徹底したプレーの裏にはこういった時の状況判断、予測もしっかりそれぞれの選手がされていると思うんですよね。
今はワンアウト1、3塁という状況、そしてボールカウントは1ボール2ストライク、それからランナーにおいては外野の守備位置なども逐一確認しながら、次のプレーでこうなったらこうしようということを考えながらプレーしているんだと思います。バットの先弱いゴロ、ショート、そして6、4、3と当たって一塁駆け抜けて一塁はセーフです。ゲッツー崩れの間にもう1点を加えました亜細亜大学、3対5。亜細亜大学が5対3とリードを2点に広げました。今のプレーももうショートゴロで、ゲッツーコースではあったんですけども、三塁ランナーはもうゴロになった瞬間に全力疾走でホームに向かってくるという亜細亜大学の懸命なプレーが1点に結びつきました。そしてランナースタート、ボールがこぼれてセンターがカバーする間に一塁ランナー一気に三塁まで行きました。亜細亜大学一挙この回5得点を挙げていて、さらにリードを突き放しにかかります。2アウト3塁に状況変わっています。亜細亜大学は2番の的場、おお顔の近く、ちょっとジャイアンツの変わった2番手の山崎、制球がまだ安定しないでしょうか。ここはストレートのフォアボールになりました。キャッチャーの亀田がすかさず山崎のもとへ声をかけに行きます。亀田は23歳、山崎は24歳という同世代のバッテリー。3番サード小池、打者一巡しまして、バッターボックスは3番の小池。内野陣にサインを送って投内連携を確認します。ツーアウト一塁三塁、いい当たり、三遊間破っていきます。三塁ランナーホームイン、6対3。亜細亜大学はこの回打者一巡の猛攻、一挙6得点。3点ビハインドだったこの試合を3点リードに変えました。ファースト水谷、ツーアウト二塁一塁、バッターボックスは4番の水谷です。キャッチャーから二塁へ送球、タッチはアウトです。今度は亀田から素晴らしい送球、二塁でタッチアウト。ただ4回の裏、亜細亜大学は打者一巡一挙6得点を挙げて
ジャイアンツから3点のリードを奪っています。5回の表、読売ジャイアンツの攻撃は2番センター笹原、センター笹原。薩摩オイドンカップ読売ジャイアンツプロの育成チーム対去年の大学日本一亜細亜大学の一戦をお伝えしております。試合は4回まで、4回の表まででジャイアンツが3点をリードしていたんですが、4回の裏亜細亜大学が一挙6得点、6対3と試合をひっくり返して3点のリードに変わっています。さてジャイアンツは3点のビハインド、今度は3点を追う形になりました。先頭バッター2番の笹原、いい当たりだ。ただセンターここは定位置の少し右へ寄って取りました。ワンアウトです。亜細亜大学は3番ファースト加藤、2番手です。遠藤真也の投球が続いています。バッターボックスは3番の加藤。加藤は今日2打数の2安打、第2打席ではセンターのフェンス直撃のツーベースを打ちました。ご覧いただいている思い切ったホームラン、長打力が魅力な選手です。読売ジャイアンツ、今回の薩摩オイドンカップには主に2020年から2022年の間に育成で指名した選手、まあプロの一軍の舞台で将来活躍が期待される未来のスター候補、何か野球の能力において秀でた一芸のある選手、まあ、それから怪我をして育成契約になって再起を誓う選手、いろんなメンバーが将来でのプロ野球の舞台での活躍を目指して今回はこの薩摩オイドンカップ鹿児島に来ています。もしかするとこの鹿児島
アイラのこの今日の試合のプレーをきっかけに支配下登録、それから一軍での活躍につながっていくかもしれません。最後は空振り三振でした。ツーアウトランナーなし、バッターボックスは4番のティマ。ライトへ、いやファーストです。ファーストフライになりました。難しいフライになりますが、なんとかファーストが掴んで3アウト。5回の表、3点を追いかけるジャイアンツの攻撃でしたが、この回は三者凡退に終わっています。5回の裏、亜細亜大学の攻撃は5回の裏、6対3と3点リード、亜細亜大学の攻撃。この回先頭バッターは4番ファーストの水谷から始まります。ジャイアンツのマウンド上はイニングをまたいで、先ほどの回から2番手で登板しました山崎裕介。初球を打ちました。高いフライになりました。ライトセンターが追いかけていく。最後はセンター笹原が落下点で抑えました。ワンアウト。5番レフト松浦。亜細亜大学は5番のレフトの松浦、背番号は1番、内野手の登録なんですが今日はレフトで出場しています。ファウルグラウンド上がっている。ファースト追いかけていく。あー、グラブには当てましたが打球は落ちました。背中から一塁側の内野フェンスに激突する形になりましたが大丈夫でしょうか。懸命にボールを追いかけていったのはジャイアンツの背番号001番の加藤。今日は朝から、そして今の試合の最中もそうなんですけれども、ずっとライトからレフト方向へ非常に強い風が吹き抜けていくような風が吹いています。今のような打球にちょっとスピンのかかったフライ、高いフライは風の影響を受けて非常に難しくなります。5番の松浦は空
空振り三振に倒れました。ツーアウトランナーなし。6番、先ほどはピンチの場面からの登板でピッチングにも精彩を欠いた山崎なんですが、この回は回の頭から落ち着いた投球、着実にアウトを重ねています。今のがこの山崎の武器とする縦に大きく落ちるスライダーだったでしょうか。非常に落差もあってキレのあるボールでした。空振りです。ワンボールツーストライク。バットはどうでしょう、止まっています。今ご覧いただいたスライダーを非常に得意としています。マウンド上の山崎、スイングはどうでしょう。バット止まっています。ストライクではありませんでしたので振り逃げでもありません。ボールカウント3ボール2ストライクになりました。次の投球、山崎、亀田バッテリーどんなボールを選んでくるか注目の1球です。低めの変化球見極めてフォアボール。ツーアウトから6番の長尾出塁します。7番ライト西川、2アウト1塁。亜細亜大学先ほどの猛攻も2アウトから始まりました。もう本当に一塁ランナーが第2リードを大きく取って非常にこう揺さぶるような動きを見せていたんですよね。ピッチャーとしてはかなり気になるかもしれません。打ちました、左中間、打球は追い風、伸びていきそうですが最後はレフト掴みました。スリーアウト。5回の裏、亜細亜大学2アウトからランナー出ましたが1人残塁、この回は無得点。さて大学、去年の日本一の亜細亜大学対読売ジャイアンツの育成選手を中心に構成された育成チーム、注目の一戦、5回までが終了しまして6対3と亜細亜大学がリードしています。愛田市野球場ではこの後グラウンド整備が行われまして
試合後半6回の攻防から再開されます。それでは再開までしばらくお待ちください。6回の表、読売ジャイアンツの攻撃は5番、配信をご覧の皆様、お待たせいたしました。この時間は姶良市の B ラインスポーツパーク姶良野球場から読売ジャイアンツ対亜細亜大学の薩摩オイドンカップの一戦をお伝えしております。試合は現在5回までが終了して6対3と亜細亜大学がジャイアンツを3点リード。6回の表、3点を追いかけるジャイアンツの攻撃です。先頭バッターは5番、背番号60番の菊田。今日のジャイアンツは育成選手を中心に構成されているんですが、この菊田は今回帯同しているメンバーの中では唯一の支配下登録の選手です。思い切ったスイングを見せていきます。2ボール1ストライク。いい当たり、センターへライナー線、飛び込んだ、ナイスキャッチ。亜細亜大学のセンター古山の大ファインプレーが飛び出しました。6番キャッチャー亀田。ワンアウトランナーなし、バッターボックスは6番キャッチャーの亀田。先ほどの第2打席ではバックスクリーンへ見事なホームランを叩き込みました。コース、際どいコースですが見極めています。普段は2軍イースタンリーグや3軍のさまざまな練習試合などでプレーしています。ファウルにします。3ボール2ストライク。支配下登録、それからその先の一軍の舞台での活躍を目指して、空振り三振。ただここは亜細亜大学、今日は2番手で登板しています遠藤のピッチングに軍配が上がりました。2アウトランナーなし、続くバッターは7番指名打者岡本博人のところですが、背番号0055の星名光一。岡本博人に代わりまして代打星名、代打星名が送られました。創価大学、背番号0055。留学高校を卒業して創価大学を経て2020年の育成ドラフト3位で入団した、今年プロ3年目の選手です。アメリカ人のお父さんを持つ選手、身長は187センチの92キロという大きな体格をしています。今年で24歳。昨日行われた金谷体育大学との試合でもタイムリーを打ちました。
ツーアウトランナーなし。打ちましてファウル、ツーボールツーストライク。バットの先でした。ショート追いつきましたが、ボールがグラブに収まりませんでした。ツーアウトから代打の星名が出塁します。8番ライト大城源。ツーアウト一塁でバッターボックスは8番、背番号は044、大城源です。ジャイアンツには同じキャッチャーで背番号は24番の大城匠キャッチャーがいますから、この大城源選手もフルネームで呼ばれています。ちょっと中途半端なスイングになりました。2球で追い込まれました。沖縄県で過ごした高校時代にはピッチャーとして最速148キロをマークするほどの選手だったということです。ただプロの舞台ではパワフルなバッティングを買われて巨人ジャイアンツに入団しましたが、ここは空振り三振に倒れました。6回の表ジャイアンツの攻撃、ランナー1人が出ましたが、あとは生かすことができず得点とはなりませんでした。6回の裏、アジア大学の攻撃です。この回の先頭バッターは8番キャッチャー小山翔輝。ジャイアンツのピッチャーは先ほどのイニングと変わらず2番手の山崎裕介です。インコース低め、アウトコース低めと2球続けて追い込みました。アウトコース際どいコースですが、わずかに外れてボール。そして変化球、
この回はそれまでのイニングと比べて少しテンポよく投げています。マウンド上の山崎、ボールが3つ続きました。打ちました。セカンド待って取る。一塁アウト、ワンアウト。今日2本のヒットを打っている浦林です。4回の攻撃ではワンアウト満塁のチャンスから見事なエンドランを決めて、それがライトへ抜けてライト前ヒット、2点タイムリーヒットになりました。この打席はこの試合では初めて ランナーのいない状況で回ってきました。打ちました。少し詰まりながらもセンターの前に落としました。9番の浦林、今日は3打数の3安打。春のとうとう1部リーグ戦を前に生田監督に猛アピールをしています。1番セッター、古山。打順はトップに帰って1番の古山。今去年6月の全日本大学野球選手権で20年ぶり5回目の優勝を果たした亜細亜大学。20年前の4度目の優勝の時は木佐貫博史さんがエースとして活躍して MVP を獲得した大会でもありました。牽制送られてタッチはアウトです。ツーアウト。今日はジャイアンツキャッチャーの亀田が再三の牽制、それから盗塁の視察と肩の強さを見せつけています。ショートバウンド変わりましたがよく反応しました。一塁送ってスリーアウト。ショートの大津、難しいバウンド、直前でイレギュラーするバウンドになりましたがうまくさばいてスリーアウト。6回の裏、亜細亜大学の攻撃は3人で終わっています。7回の表、読売ジャイアンツの攻撃は9番ショート大津。
ショート大津。7回の表ジャイアンツの攻撃、この回先頭バッターは9番の大津から始まります。今日はヒット1本打っています。3点を追いかけますジャイアンツ。昨日の金谷体育大学戦も7対3で敗れて悔しい結果に終わりました。空振り三振。マウンド上亜細亜大学2番手の遠藤。交代してジャイアンツの亀田に1本ホームランを打たれた。そしてその後少し動揺したピッチングが見られたんですが、その後5回以降は落ち着いたピッチングを見せています。4巡目に入っていますジャイアンツの攻撃です。ここも空振り。プロを相手に堂々としたピッチング。亜細亜大学のバッテリー、遠藤と小山のバッテリーです。サード飛び込んだ、よく追いついた。起き上がって一塁送球がこぼれてしまいました。攻守を見せたのはサードの小池。ただその後のスローイングは少し一塁から離れてしまいました。1番の相澤が出塁、バッターは2番の笹原です。初球は変化球から入ります。この笹原も今年プロ2年目の選手。昨日の金谷体育大戦ではタイムリーツーベースも打ちました。
ここもランナーを返す得点につなげるバッティングをしたい、そんな打席です。ランナースタート、ヒッティング、打球はバックネット方向に飛んでファウルです。ツーボールになりました。長野県上田西高校の出身、走攻守三拍子揃った大型な外野手として球団から期待されています。スイングスピードを増して最近は力強い打球も増えてきたという首脳陣からの評価もあります。今日はまだヒットも出ていない笹原、少し間合いを変えた牽制球、まあ、ランナーもそこまでリードは大きくありませんので余裕を持って帰塁はできています。ランナースタートを切った、キャッチャーからボールを送られる、タッチはアウトです。亜細亜大学の小山が刺しました。ツーアウトランナーなし。ノーボール2ストライクです。あ、失礼しました。ボールカウントは1ボール2ストライクです。3球目がボールの投球でした。外のボール、アウトコースいっぱい、見逃し三振。このコースはバッター思わず手が出ませんでした。2番手亜細亜大学の遠藤、ナイスピッチングでこの回もゼロでしのぎました。7回の表ジャイアンツの攻撃は無得点です。読売ジャイアンツ選手の交代をお知らせいたします。ピッチャー山崎に代わりまして川崎、キャッチャー亀谷に代わりまして前田が入ります。6番キャッチャー前田、駒澤大学背番号024、ピッチャー川崎、小針高校背番号015。さあ試合はこれから7回の裏、亜細亜大学の攻撃を迎えるというところですが、ここでピッチャーもバッテリーをジャイアンツは変わりました。背番号15番の川崎春人、
2021年の育成ドラフト9位で指名を受けて入団した今年20歳を迎える2年目の選手です。愛知県出身、誉高校から巨人に入団しました。最速148キロのストレートと縦の変化球を得意としているというピッチャーです。去年はイースタンリーグで2試合登板がありましたが、そして受けるキャッチャーも背番号024の選手に変わっています。少しお待ちください。背番号024の前田健輝ですね。さあその一人目のバッター、ショート流れるようなランニングスロー、軽快なプレーでまず一つアウトを取りました。3番サード小池。ここも初球を打ちました。サードティマから一塁へ送られてツーアウト。4番水谷に代わりまして代打真鍋、バッターは真鍋、共栄高校背番号45。そして亜細亜大学もここで選手を一人変えてきました。4番の水谷に代わって代打真鍋です。背番号45番、真鍋優斗、共栄高校の出身。スイング、バットは止まっています。今ご覧いただいた縦の変化球、こちらを得意としていますピッチャーの川崎。高めの釣り球にバッターは手が出て、バッターは手が出てしまいました。ツーボールツーストライク。空振り三振、最後は落差のある変化球で仕留めましたピッチャーの川崎。ジャイアンツの3番手で登板、川崎はまず最初の1イニング完璧に封じました。7回の裏、亜細亜大学は得点なし。7回までが終了して、しかし亜細亜大学が6対3とジャイアンツを3点リードしています。選手の交代をお知らせいたします。代打いたしました真鍋、そのままファースト、セカンドの的場に代わりまして小林、ピッチャー遠藤に代わりまして山城が入ります。2番セカンド小林、新潟産業大学附属高校背番号49。4番ファースト真鍋、ピッチャー山城、興南高校背番号54。
8回の表、読売ジャイアンツの攻撃は3番ファースト加藤、ファースト加藤。さあ試合はいよいよ8回の攻防へと入っていきます。ジャイアンツがここまで亜細亜大学を相手に3点のビハインド、その3点を追いかけるジャイアンツ、この回は背番号001番の3番の加藤から始まります。なお亜細亜大学は選手が交代していまして、先ほど代打した真鍋がそのまま入ってファースト、そしてセカンドが的場に代わって小林が入っています。サード高いフライになりました。なんとか取りました。サードファウルグラウンド。サードは背番号83番の小池優里。そしてまあ今のプレー見てももう風で難しいフライにと分かると落下点までショートもカバーに行って最後手を添えるという動きも見せました。このあたりもこれから野球を続ける子どもたちには見習ってほしいプレーだと思います。そして亜細亜大学肝心のピッチャーの交代をお伝えしておりませんでした。ピッチャーが、山城、背番号54番の山城恭平、興南高校出身のピッチャーに変わっています。左のスロークォーター気味のピッチャーで、この選手も非常に面白いボールを投げます。バッターボックスは4番のティマ。詰まったあたりピッチャー山城、素早い反応、フィールディング、ピッチャーゴロに打ち取ってツーアウト。5番レフト菊田。5番レフトの菊田です。マウンド上の山城、速球速いですね。球速表示がここは出ないんですけども、何キロぐらいで出ているんでしょうか。5番の菊田は変化球を打って三遊間を破った、レフトへのヒットになりました。ツーアウト一塁。6番キャッチャー前田。6番のキャッチャー前田、先ほどの回からマスクをかぶっています。カベナに代わって2番手のキャッチャーとしてこの試合は途中出場、これが初打席になります。ツーストライクと追い込まれました。もともとは守備に定評のある選手で、バッティングを課題と首脳陣が分析している選手です。イースタンリーグではこれまで20試合ほど出場経験があります。打率は2割くらいということで、これからまたそのバッティングを磨けば支配下登録、それから1軍での活躍が見込まれるという選手です。三遊間へショート追いついた、二塁へ送ってスリーアウト、ランナー一人残塁。ジャイアンツこの回も得点はなりませんでした。亜細亜大学の堅守が光るイニングとなりました。
回の裏、亜細亜大学の攻撃は5番レフト松浦、レフト松浦。8回の裏、亜細亜大学の攻撃です。6対3とこれまで3点をリード。残る9回の攻防へ向けて、まずそのリードを広げようかというこの回の攻撃になります。先頭バッターは5番の松浦から。初球を打ちましたがファウル。松浦、今日はレフトで出場していますが、去年秋のリーグ戦ではサードの守備で三塁手としてベストナインに選ばれています。神戸国際大学附属高校の出身、背番号は1番。ファールボールにご注意ください。ワンボールツーストライクとここは追い込まれました。ジャイアンツのマウンド上は3番手の川崎。セカンド追いつきましたが、グラブにボールが収まりませんでした。センターへ点々とする間に打った松浦は一塁を大きく回って二塁を伺おうというところで自重しました。そして亜細亜大学、ここで代走が送られます。松浦に代わって背番号5番の選手が見えました。枠本選手でしょうかね。ノーアウト1塁、松浦に代わりまして代走枠本。ファーストランナーは枠本、京都学院高校背番号5。いきなり走ってきました。セカンド4、6、3と当たってダブルプレー。ジャイアンツはここを見事に抑えます。代走で送られた枠本をいきなりスタートを切らせてエンドランを仕掛けてきた亜細亜大学。まさに奇襲を狙った亜細亜大学だったんですが、ジャイアンツの内野陣、ここは落ち着いて安定していました。2アウトランナーありません。バッターボックスは7番の西川。三塁線ファウルです。わずかに三塁線の左。3球目は高めに外れてボール。連続でボールが高めに浮きました。川崎、縦の変化球をいろいろと持っています。得意としています。最後は空振り三振で切って取りました。スリーアウト。8回の裏、亜細亜大学の攻撃は無得点。さあ試合はいよいよ9回の攻防。亜細亜大学が6対3とジャイアンツを3点リードしてその9回を迎えます。
亜細亜大学選手の交代をお知らせいたします。代走いたしました枠本がそのままレフト、ピッチャー山城に代わりまして伊藤、5番レフト枠本、ピッチャー伊藤、福田高校背番号63。9回の表、読売ジャイアンツの攻撃は7番指名打者星名、指名打者星名、ジャイアンツの育成3軍チーム対去年の大学日本一亜細亜大学、注目のカード薩摩オイドンカップ屈指の好カードはいよいよ大詰めです。9回の表6対3とジャイアンツが3点のリードを許している状況で9回の攻撃を迎えます。バッターボックスは星名光一、先ほどの回から代打で登場してこれが2打席目になります。打ち上がった打球キャッチャーが追いかけていきますが、ご注意ください、スタンドにボールは落ちました。ファウル。打席の星名光一は187センチの92キロ大阪の出身、遊学館高校創価大学を経て2020年の育成ドラフト11位で巨人に指名を受け入団しました。お父さんはアメリカの方でフィジカルが自慢、長打力、そして昨シーズンは3軍の試合ながら打率は3割1分9厘、チームトップの6本のホームランを打ったということです。まあ、ですから今年は さらに2軍のイースタンリーグで結果を残して支配下登録、それから1軍デビューというところを目指す1年になるかと思います。ファウルです。やはりパワーがあるだけにファウルチップの打球もものすごい勢いがあります。ワンボールツーストライクと追い込まれました。ご覧のようにバットも少し小さく見えます。自打球になりましてファウル。ジャイアンツとしてはこの回思い切った攻撃をして何とか1点でも多く、まあ、できれば試合をひっくり返して薩摩オイドンカップの初勝利に結びつけたいところです。空振り三振、力のこもった豪快なスイングだったんですがバットは空を切りました。ワンアウト。亜細亜大学はピッチャー変わった4番手の伊藤がマウンドに上がっています。東京福生高校出身の右のオーバーハンド、バッターボックスは7番の大城源です。大城はこの試合はまだヒットがありません。失礼しました、8番の大城ですね。1打席でも多く結果を残して首脳陣にアピールしたい、そんな思いで試合をプレーしている育成の選手たちになります。高く上がりました。これも風の影響を受けそうです。セカンド追って、セカンドとライド間に落ちました。記録はおそらくヒットということになるんでしょうか。
今日は球場の画面でいう右側からライト方向から山あいから吹いてくる風が非常に強く吹いてきていて、今この実況放送はスタンドの日陰からお伝えしているんですけれども、日陰の場合は特に風が強い上に日光も当たりませんので凍えるような寒さとなっています。まあ、グラウンドはそんなことはないんでしょうが、グラウンドに関してはこの上空ライトからレフト方向への強い風を受けるコンディションとなっています。バッターボックスラストバッターの大津、キャッチャーの育成選手として登録されているんですが、今日はショートでプレーしているという選手です。大津亮也、北海道の出身。昨シーズンは3軍の試合51試合に出場して経験を積んだということです。左中間でいい方向に飛んでいる、打球は落ちました、レフト前ヒット。8番9番とジャイアンツ打線がつながりました。大津は今日2本目のヒットになります。ワンアウト2塁1塁、そして打順はトップに帰って1番の相澤。相澤白斗、去年の育成ドラフト5位指名を受けて入団したルーキーです。高校通算では19本のホームランを打ったということです。桐蔭学園の出身、ボーイズの日本代表として世界大会も経験のある選手。走攻守のバランスが取れたということで、バランスの取れた選手ということでチームからも高い評価を受けています。相澤白斗、昨日の金谷体育大学戦ではホームランとツーベースを放って猛アピールした選手です。この試合ではちょっとまだその昨日の勢いはないんですけれども、まだヒットはないんですけれども5打席目になります。しかもワンアウト2塁1塁というチャンスの場面、ここではどうでしょうか。うわ、強振していきます、ものすごいスイング、いや思い切ったスイングで見ている人からも歓声どよめきが起こりました。ツーベンド2から投球止めたバットに当たりました、ファウル。ここも強振していきます、ツーストライクと追い込まれても自分のスイングは崩さない、そんな気概がうかがえます。カウントは変わらずツーボールツーストライク。アジア大学バッテリーはこの相澤を最後はどう封じるか、まだボールカウント的には一つ余裕があります。高めのボール、ここもしっかりと見極めます。スリーボールツーストライクになりました。味方からはバッターと勝負しろという声が飛んでいます。亜細亜大学、高く上がりました、サード
追いかけて足が止まりました。掴んだ2アウト。昨日の金谷体育大学戦では絶好調だった相澤、この試合は完璧に封じました亜細亜大学です。2アウトランナーなし。失礼しました、2アウトランナー2塁1塁ですね。バッターは2番の笹原。上田西高校から2021年に育成ドラフト4位で指名を受けて巨人に入団。今日はこの笹原もまだヒットは出ていません。ツーアウトながら二塁一塁というチャンスを生かすことができるかジャイアンツ。ボールカウントはワンボールワンストライク。アウトコース、ストライクゾーンからわずかに外に外れていきました。バットしっかり止まっています。スリーボールワンストライク。亜細亜大学は勝利まであとアウト一つとしています。ピッチャー4番手の伊藤、打ちましたが打球は後方飛んでいます。ファウル。アウトにご注意ください。2アウト3ボール2ストライクになりました。さあ次の1球で勝負が決するのか。塁も埋まっていますのでランナーは投球と同時にスタートします。ファウルです。ファウルで粘ります。このあたりしっかり食らいついてくるところもプロらしい対応力の高さを見せています。見逃し三振、スリーアウト。最後は亜細亜大学の伊藤が締めくくりました。ジャイアンツランナー二塁二塁一塁とチャンスを作りましたが生かすことはできず、ご覧いただきましたように試合は6対3、亜細亜大学がジャイアンツの育成中心のチームに勝利してこの試合を締めくくりました。戦った両チームにスタンドから大きな拍手が送られています。試合終了でございます。ご覧のように読売ジャイアンツ対亜細亜大学の試合は6対3をもちまして亜細亜大学が勝ちました。この試合先に先制したのはジャイアンツ。タイムリーや押し出しで2回に1点をリードして、そして4回には6番キャッチャーの亀田の豪快なバックスクリーンへのソロホームランが飛び出して3対0巨人が先手を取ったんですが、その4回の裏亜細亜大学が一挙打者一巡6得点を挙げて、そして5回以降は両チーム時折チャンスは作りますが最後のところでピッチャーと両チームの堅守が光ってゼロ更新が5回以降は続いて試合は6対3、亜細亜大学がジャイアンツに勝利しています。
さて、薩摩オイドンカップ鹿児島県の鹿児島市や薩摩仙台市、日置市、姶良市の4つの市の5つの球場で連日熱戦、練習試合が組まれていますが、プロ、社会人、大学生とそれぞれが垣根を越えて、それぞれのシーズン開幕に向けて腕を試すという貴重な機会。この大会は今月の12日まで続いていきます。また KKB の動画アプリカプリでは引き続き一部の試合の配信を行ってまいります。次は3月4日の配信を予定しております。ぜひ球場にお越しになれないという方はそちらをご覧いただき、またぜひですね、お近くの球場で、スケジュールを確認いただき、この薩摩オイドンカップせっかくの機会、球場に足を運んで試合をご覧いただきたいと思います。ここまでは読売ジャイアンツ対亜細亜大学の一戦をお伝えしました。最後までご覧いただきありがとうございました。